はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス。続きやっていきます。簡単に話をまとめると、世界は現在、戦争中。で、その戦争に巻き込まれないために、モスクワは、通信妨害の装置で、生きていることを外部に知られないようにしていたと。まあでもそれはアルチョムのやらかしによって、もう、バレちゃうことになったので、もう前に進むしかない。で、そこで司令部がねいるとミラーから聞かされたんだけど、姿のなき監視者と言われてるモスクワ防衛司令部なんて組織の人たちがいたりして、で現在はヤマンタウという他の生存者がいて、物資とかもいろいろ整ってるっていう場所を目指す。で、今アンナが鉄塔に登ってくれてるから、ボートで教会の方に向かうと。で、そうそう、今のアサルトライフル光学サイトはなかったんだけど、この辺の民家をちょっと探索してたらサイトがあったんで拾っといた。この生き物は何？いや、そう、今作も泳ごうとしても溺れる素振りをしちゃうんで、今んとこ泳げない。まあ後から泳げるようになるのかわかんないけど。あなたの存在に気づいたようよ。アルチョム、金の塔に布か何かを振っている女性がいる。確認して。教会にいる人たちが見えるわ。武装はしていなそうよ。平和的なアプローチがいいかもしれない。とりあえず銃は使わないで。分かった？はいはい。カラスが止まった。白旗でも振ってんのかな？あ、人がいる。神のご加護。我々の聖なる父、サイアンティウス様のお説教がちょうど始まるところだ。教会の中に入って真実の光に目を向けなさい。ここは平和な場所だ。武器はしまいなさい。はい。ようこそ。歓迎しよう。歓迎されてる。同様に。そして罪深き心を真実の祝福を受けた正しき心へ。我々は道を。ここで一回降りようかな。おお。そんなことが。え、これやっぱり戦闘？出身じゃないの。1年前から閉じ込められていたの。
そうよ、橋の住人は誰一人異教徒に話したりしない。でも私が目にしてきたことは洗いざらい話すわ。あれ、ああ、それは橋の警備隊だわ。サイランヒウスに騙されているの。彼らは銃を持っているわ。急いで、ここから下に出れるわ。ドックにボートもあるはず。私たちのもあるんだけど、全員が乗るには小さすぎる。あ、アルチョム、彼女の言う通りよ。ボートに向かって。彼女のことは私たちが救出するわ。行って。はい。私たちは自力で機関車までたどり着けるわ。ボートで教会から脱出する。ずっと考えてた。ボートも手に入れた。でもあなたが来るまで行く当てがなかったの。あと、港にいるクレストおじちゃんを訪ねてみて。彼はいい人で、何でも直してくれるの。おじちゃん、ここ…私は二人をオーロラまで連れて行くわ。心配しないで。あなたはどこに向かって。ここからもボートが見えるわ。武装した人たちなんでしょ、今の。今誰かいたな。もう大体こういう説教とかしてる宗教をがましいものって大体やばい人たちしかいないんだよな、こういうの。テイクダウン。とりあえず倒しとくか。よいしょっと。こっちには何かあった？なんもないか。こっちからでも下行ける。おお。屋内は援護できないわ。私は親子と合流するために移動する。あなたなら大丈夫よね。任せなさい。おわた。え？ここきついな。でさっきのところ下ってボートに行くべきだったかな。そう、ここから離れないといけないんだから、わざわざ全員をステルスで仕留める必要はないんだ。下もか。ちょっと戻ろう。ここは危険だ。あ、ここにもいるし。よいしょ。あ、でもそっか、さっきのボート囲いみたいのが、仲間が殺されたぞ。殺してはいない。さっきのボートは囲いが出てきたから、もう動かすことができないか。そうだね。うわー、じゃあやっぱさっきのところ行かないとダメか。どうやって行く。俺は異教徒じゃない。
足音が近い気はしたんだよな。これなんかまだ登ってきてないか。わーわーわーわわ、来ちゃった。いや、撃っちゃうか。ごめんなさい。ひょっとしたらね、ラストライト、メトロラストライトは、完全に人を殺さずにクリアしたら確か、いや、ちょっと、他にも条件あったかもしんないけど、そういうことしたらね、グッドエンドが見れるっていう設定があったんだけど、今作はどうなんだろうな。わかんないけど、うわっ、ボルト？バレてるくさいな。まあ、しゃあないなら。何？あれ、もしかしてもう降伏？本当にありがてサーリフィッシュを、まあせめて眠っててくれ。私はね、物資が欲しいんだ。命までは取らない。ちょっと先取っちゃったけど、すんげえ鳴き声するんだけど。はいはい、生き音です。生き音パンチ。物資をくれ。割と人数いる方だと思うけど、そんなにあっさりと降伏しちゃうかね。生き音パンチ。果たして降参してるやつを殴り倒して物資を漁っていくやつに人間の心はあるのだろうか。あなたもか。よいしょ。泣きすぎじゃない？ものの数秒前、数分前、歓迎すると私は言われたんだけどな。ウサギ、豚、あ、回収できる。お、この辺はなんだこれ、ピクルス。この辺たくさん物資ありそう。一体どっから泣いてんだこれ。あ、これはのも物資か。ここですげえ鳴き声がするんだけど、開けろ。みんなこの中に逃げた。じゃあ進もうか。はしご、物資が美味しい。外が出口だね。ここも下行けんのか。あ、こっちに繋がってるとね。泣きすぎじゃない？物資が美味しい。
まだ降伏してないやつとかいるのかな。っていうかこれあからさまな、まあトラップだけど回収できるんだ。回収しちゃおう。これこんなの引っかかるやついるか。回収。よし。ボート。ボート、ボート、ボート。これのこと言ってますか？違うよな。うん、教会の外で繋がれた、教会の外で繋がれているボートが、どっかにあるはず。教会の入り口の方へ来たが、これか。もう教会には近づかないでおこう。変な人に絡まれちゃう。よし、戻ろう。まっすぐ、オッケー。そうそうそう、あの機関車が通ってるあの線路の反対側にも同じようにこういう、なんだろう、湖なのか、これは海なのか湿地なのか。おお、これ一人乗り用なんだ。え、ちょ、うわ、すごいジャムるなこれ。悪いな、ミュータント。このボート一人乗りなんだ。アルジョム、こっちだ。お、線路の反対側にもね、なんか建物が見えたんだけど、ちょっと、だっ、早く早く、もう逃げよう。あー、ボート。逃げよう逃げよう。今のは一体なんだ、クジラか。クソでかかったな。ボスに見張り番として送り込まれたんだ。腰を据えてどんな騒ぎも見逃さないようしっかり見張ってろってな。それでお前のことを特等席で見てたのさ。占領軍を鎮圧した、聖なる十字架とお祈りを使ってな。カルトのことはアンナが報告済みだ。カルトね、役割を交換しようぜ。銃を一発も撃たないでモスクワに戻るなんてごめんだ。ある商人と賭けをして女を手に入れるはずだった。負けたがな。なんで他のやつばっかり楽しそうな任務が回ってくるんだ。大佐はお前のことを責めてる割には一番おいしい役目を与えてる。愛情の裏返しなのか、それともお前を殺したいのか。だがこんなの不公平だ。モスクワからはるばる連れてこられたのは石炭を放り込んで沼地で双眼鏡を覗くためじゃない。あそこの飛行機の残骸にはいいものがあるかもしれないぞ。お？俺の分も残しておいてくれ。もうしばらくここにいなきゃいけないから。全部欲しい。あのシュリンプは意外と厄介だ。あのナマズに厄介な虫を食べるように頼むからな。ジャーナルをこまめに確認しよう。はい。
あ、間違った。オッケー。まあ、いわゆるサブ要素か。なんか今、新しいアタッチメントか何かあったかな。ちょっと医療キット作っとこう。アイアンサイトとリフレックスサイト。ただ、この武器のアタッチメントも、もうマシマシにすればいいというわけでもなさそうで、アタッチメントを増やせばその分故障する、その確率が増えるだとか、決していいことずくめなわけでもないから、まあ、考えて、いろいろと装飾していこう。で、これ中に物資でもあんのかな？おわ。死んでる。お。上から入る感じか。よいしょっと。あ、テープ？この人の記録かな。で、なんかもう白骨死体になっちゃってるけど、この人のジャーナルかな、これは。あ、アップグレードか。作業台ってのはどれのことなんだろうな。これは別に作業台ではないもんな。で、なんか武器のスコープを拾った。4スコだ。おう、よい。あんまりこのカラシニコフ精度良くないから、単発打ちが使えそう。単発打ちの方が使えそう。OK、じゃあ戻るか。お、あれは仲間か？おお、あ、デーモンか。デーモン撃ってたのね。とりあえずカルト集団たちを制圧して、人も助けて、帰還と。生きてたのね。生還したか。よかった。デュークが怖がらせるから。行きましょう。父さんはカティアと話してる。いい人よ、はい。カティアも娘さんも。それにカティアの看護師の経験は絶対に役に立つわ。看護師。あ、こうやって特殊技能を持っている人を助けていけば、今後の旅もね。情報提供に感謝する。楽になっていくか。もう一つ質問があるんだが、
何です？占領軍について何か知っているか？え、ごめんなさい、質問の意味が。本当にこの場所で外国の軍隊を見たことはないのか？軍隊なんて。でも本当に重要な場所には行ったことがないわ。そうか、アルジュ、ちょっといいか？はい。ありがとう、アルジュ。あなたがいなかったらあの場所から逃げ出すことはできなかった。連中はうまそう。探すのに夢中だった。その隙にアンナが連れ出してくれたの。本当よ、ありがとう、アルジュおじちゃん。おおじちゃん。さんは最高の人だわ。優しくて強いの。ありがとう、アンナおばちゃん。おばちゃん。ほらね、アルジュ。いつも言ってるでしょ、私と結婚できてよかったね。はい。さて、アルジョ、ちょっと来てくれ。よくやった、アルジョ。カティアは重要な情報を提供してくれた。向こうが気になるな。港のあたりに潜伏しているらしい。この先オーロラを修理するためには彼の助けが必要になる。イエルマーク一人では修理できない。準備ができたらすぐに港に向かってくれ。そしてクレストを仲間に引き入れるんだ。あの橋にいる狂信者どもをどうするか早急に決める必要がある。あの橋がまだ稼働してるのは確かだ。彼女たちは去年あの橋を渡ってここに来たらしいからな。少しずつ明らかになってきた。だがわからないことがまだまだある。もしかしたら敵対する軍隊はこの辺りにはいないのかもしれない。重要地点のみに駐屯しているのだろう。何はともあれヤマンタウに行けば全て聞けるはずだ。最高ランクの人々からな。言ってしまえばモスクワ政府はただの地方議会に過ぎない。そのためにも今はあのクソッタルの橋をどう渡るかが重要だ。そうそうそう、線路の向かい側にある建物というのは港か、あれ。港に向かう。カティアとナスティアという、親子を助けてあげて、で、そうそうそう、クレストという、整備士があの港の方にいるらしいから、オーロラのクルーとして彼を迎え入れたいと。オッケー。いや、なんかこれまでのメトロシリーズと違って結構明るい世界を探検できるからいいね。自由度もだいぶ高いし。早く港に向かってくれ。あ、はいはい。くそ、どうしろってんだ。シリンダーを交換すれば問題ないが予備はもうない。修理しなきゃならんが、どこから手をつければいいのやら。やっぱ整備士連れてこないとね。なんかミラーってこんなに、なんだろう、食ってかかるような性格だったっけな。なんかもうちょっと優しかったような気がするが、まあいいか。じゃあ次回、港に行って整備士さん、またカルトの人たちがいるんだろうけど、少なくとも教会のカルトさんたちは2人倒しただけでも一気に降参してくれたんで、こっちもそんなもんだといいな。じゃあ次回、港の方を制圧に行きます。はい、ご視聴ありがとうございました。